あの恋愛効果以外のものを用意してたんですけども、こんなものを用意してました。一つ、学校には行くべきか行かないべきか、行かなくてもいいか、正確に言うと、行くべき行かなくても OK と、はい、そして2つ目、貯金っていうのはすべきか別にしなくてもいいじゃないかか、はい、そして3つ目、バカは死んでもいいのか、それでしょ、多分それでしょ、もうこれじゃないか、いいダメ、それかな、絶対それでしょ、もうそれでしょ、はい、個人的にこれがいいんですけどね、宇宙人はいるいない、まあまあまあね、オカルトだ、まあ、オカルトね、うん、はい、よくあるテーマね、そうですね、さあ出ました、はい、はい、学校に関してが 28%、うん、貯金が 18%、うん、宇宙人 22%、うん、はい、バカが 29% で一番多いということになりました。マジ？バカが死んでもいいの話ってことになりますね。このバカが死んでも本当にメンタリスト大吾さんって炎上しないですよね。大丈夫ですか、これ若干似てる気がするんですよ。大丈夫ですか、なんか似てる気がするんですよね。はい、はい、やめるやっぱり。マクマクさんどっちか聞いてから、どっちか聞いてから決めよう、マクマクさんが。やめてよ、なんで俺をそう追い詰めようとするんですか。まあでも炎上しない形でバカが死んでもいいを説明するのは、うんうん、なかなか難しいかな。まあそうですね、バカが死んでもいい、バカってのはやばくないで、ただ一定の人が死んでもいいと思ってる人はいるじゃないですか。例えばじゃあ犯罪者は死刑にしても良いと思ってるわけじゃないですか、みんな。まあそうですね、うんうんうん、はい、だからある種の人間は死んでもいいっていうのは割と社会では成立してるんですよね。確かに、うん、でじゃあ犯罪行為をやった人は死んでもいいっていうのはみんな同意してくれますと、うんうんうん、であの今回のコロナの時にスウェーデンであったのが75歳以上のコロナ患者は死んでもいいっていうのをやったんですよ。怖っ。いや要はその病院 の、まあのベッドの数は限られてるのと、確かに、あと高齢者を助けようと思っても助からない可能性が高い、うん、で若い人にちゃんとあのその治療したら助かる可能性が高いので、はいはいはい、もう75歳以上で感染した人は残念ですけどお疲れ様でしたっていう選択をしたんですよ、うん、なのである程度のカテゴリーの人が死ぬのは仕方ないよねっていうのは割と社会は同意してる気がするんですよね、うん、確かにこの話題はちょっとあれなんで、あれですね、僕の意見だけ言っていいですか、僕はバカは死んでもいいと思ってます、終わりです。はい、これだけ進みましょう、これで、はいはい、はい、これが一番確かに、はい、ありがとうございます、しかるさん、はい、任せください、僕に炎上は任せてください。それで受け取っておきます、一旦受け取っておきます、はい、また燃えるのか。まあね、火の中で生きていくタイプの人間が